はい、お疲れ様でございます。今日はね、正月すき焼き、ね、すき焼きだ、正月はすき焼きだ、ね、皆さんこれね、いい肉です、いい肉ですけど、これは12月の上旬に半額になったやつを生協で買ってきて冷凍しておいたやつです。はい、いつも通りですね、お正月に買ったらこれ3倍しますからね。今これ買った値段の5000円ぐらいしますから、正月買ったら、ね、それがなんと2000円で手に入っちゃうね。12月上旬半額冷凍作戦、うん、ね、で違うところでいっぱいわけわかんないお金を使うっていうね、うん、ね、はい、どうですか、霜降りです。そして、お野菜、うん、春菊がみんな今日すき焼きなんかな。春菊全然なくってパセリで代用です。パセリで代用しますね、うん、同じような感じでしょ、うん、癖があってしんなりしてシャキシャキしてね、まだこっちの歯ごたえあるかもしれない。パセリはあれですからね、なんて付け合わせだけじゃないですか、ちゃんと食べても大丈夫ですからね、野菜ですからこれは、うん、言い聞かせてます。はい、ネギ、えのき、しめじに、ね、いつも通り。そして、ね、ちょっと入れ物がちょっとあれですけどね、これはですね、昨日キンキを煮た醤油ですね、キンキの煮汁です。さあ、ね、牛肉とキンキの煮汁、あの煮付けの汁の余ったやつ、同じような味なんだけどキンキの出汁が効いてるんで、ね、うーん、肉と魚キンキ合うかな、うん、ね、やってみよう。それで今日はね、なかなかの異質なすき焼きやね、うん、みーちゃん泣いてます。というわけで早速いただいてまいりましょう。熱いよ、おー、これに関しては、これ引いてるなって気がしちゃったんですよ。 A に関しては泣いてる、そこまで泣いてる、泣いてる、音が泣いてる、そういうことですか。美味しいか、じゃあ絶対にどかした。プニプニだ、うん、チュチュまで。言ってた。
だよ。ああダメだよ、くーちゃん開けないで。熱いよ。くーちゃんちょっとそこに立ってて、ここに立ってて。割り下でうまくいくかな。わ、顔。顔。コーヒー。いや、割り下。割り下。これ切っていい？いいよ。ちょっと。すごいね、これ。
火星人？そう。あ、これ火忘れた。ね、ピンクの、ピンクの充電、ピンクの充電。何ピンクの充電？取るか。うん。時間にこれ。ああ、かっこいいやつね。はい、いいよ、はい。ない。あ、本当に重い。うん。見たよ。連勝記録更新のためのガッツ様は正解の A を選んでいるのか。さあ、シュギフの代わりのパセリ。シュギフなかったの？なかった。ご覧のスパイスをこれで食らって。興奮します。水野、ちょっと待って。交通事故をゼロにする。わあ、これはこれで迫力あるな。アイサイトの開発は始まりました。セリカだっけ。追突事故率は 84%、 歩行者事故率は 49% 減少しました。できた。うん。安全へのその思いはこれからも決して変わりません。2030年、スバルは死亡交通事故ゼロへ。出るよ。車は人生を乗せるものだから。安心と楽しさをスバル。自分で触ってぶつけてみろ。誰かと比べて。俺を以外を耐えられる。まずやってよ。あ、食べる食べる。いいよ。ムーはね、難しい。ウロも。大丈夫。大丈夫かね。大丈夫だ。シンクルとかそのケースでしょ。シュッ、うまい。おお、うわ、びっくりした。よかったな。1時28、月曜日。箸がないの。あれ？割り箸。今年もいいスタート。これね、おにぎりにしたらですか？いいスタート。じゃあおにぎりあげるかと。ご飯。くにくん。おにぎりだって。集中力がすごい。いい集中力だ。新年の幕開けを飾る。いい集中力だ。どっちだったの？ A だったの？ B だったの？ A だったの？なんでなんだ。ヤット様は全てを見てほしい。特にストラゴのその音っていうのは。早く活動したいよ。早く。まだ今見えてる。おお、そっちじゃん。いいのあるというか、わかんない。名を知らない人にはすごく難しい問題で、引っ掛け問題というか、よくできてたなっていう感じが。ミスコ様下でこれ絶対パセリをこう、しならせる。名を知らない人が死にますよ。かわいそうだな。
かわいそうだな。練習を戻しました。いや、素晴らしい。はい、行きましょう。まさか、イノシシだからって年配街道はちょっと更新してるってことはないですね。頑張ってちょうだい。さあ、お席もかっとりますので、どうぞスリッパも履き替えていただきましょう。あ、二流ってこんな顔してる。あ、そういう骨格ない。二流やのにいいの着てる。すいません、今後気をつけます。さあ、続いてのチェックに参りましょう。続いてのチェックは味覚です。はい、来た。チェックス。よし。最高級の食材を使った和食。悪いの上手なんだよね。様々なチェックが出てきたので、料理のチェックにチームで挑戦していただきます。今回もですね、A、B、C の3択となっています。通常の2択に加えまして、これは間違えるはずがない、絶対当たる食材が入っています。この場所を向かっても A、B、C の3択問題、このうちの1つはこれを選んだら人としてヤバい、絶対あかん食材です。絶対あかん食材を選んだチームは2ランクアウトされています。あら、これにかけなくたら一緒に崩してたのな。それがいい感じやろ。さあ、キンキで出汁を取った割り下はどうかね。ここでなんとか連敗を止めたいところ。君が変な顔変な顔をしてたのカニ。じゃあまずパスで行ってみるか。偽のイケスで買う。やだ。いや、でも、春菊っぽいぞ。A、B、A、B。これと同じように違う食材で作る、カツケガニを選ぶ。春菊。本当に？春菊よりお値段リーズナブルな。新しい？入れてあげる。食べてみ？うん、食べてみよう。はい、だってまだないもんね。みんな食べちゃったの。春菊よりいいよ、歯ごたえもあるし。あ、すき焼きにパセリは合う。うん、おこれは個人のお店だよ。ただ自分のコク忘れて、うまい。なかなか発見だこれ。これ俺がパイオニアだからね。これから流行るのは。これはお俺からだからね、これ。すき焼きパセリは俺からだからね。食べてみて。うん。美味しいから食べてみて。うまいよ。カリスマ吉木様と伝承会場に知らない。私に卵を取ってくださる。一個一個。一個分かった。そういう感じ。こういかない？こう。いいね。いいよ。うちらの様子を裏切ってくれよ。ああ。しまったメスのみを使用、小沢用の出汁に加える調味料すべて瀬戸内産で、味の一体感は実現。ふぅ、あ、落ちた。もうほぉー、ほら、あーあー、なしたー。もったいない。食べろ。もったいない。何したの？なんたら超グルメで食通で一位まだ残ってる。セレブリティのアイドルかけても拾って食べれ。まだ床綺麗だから。どうしてこうなったんだろうね。持たないから、ジュクちゃんここ肉硬くなるよ。いただきます。これどうするの？ちゃんと自分でやって。ちゃんは怒らないけど、ちゃんは怒らないけども、どうしたらいいかはアドバイスするからね。くーちゃん、うわ。40店舗までしか食べられないのは、おろし、強水うなぎを使用。
次自分でちゃんとやってよ。おばあちゃん手伝ってでしょ。おばあちゃん手伝いよ。ナマズを使ったナマズ汁。自分の失敗は自分で、もしくは他人に。海のギャングウツボ。こぼしたら溶けばいいんだもんね。キンキン出ちゃうね。よいしょ。うん、まあちょっと魚、カツオ出したと思えば。もったいなかった。たっぷり。いくら落と、いくら落とすというのはとてもがっかりすることだ。見て。あ、全然食えるよ。これクニ、そこ拭くのはクニがやりなさい。まあ子供だからね。ヒーヒー。はい、いいよ。何も動かないよ。ありがとう。パセリ食わねえのみんな。もう食べれる。食べる食える食える全然食える。生で食えんだから。ほら、パセリパセリ。これできなくなった。ロクで何もできない。もうそこでいないですね。よし。どう？いや、シもいける、シもいける。充電エラーって書いてある。なんだと？え、すごい。タッチパネル。これスマホと繋がるんだって。これチャッチーノに。日本のフランス料理店戦後第一号と言われる。何がしたいのこれ。シムが硬い。シムが硬い。いや、シム肉だってシムもっと太いじゃん。だって凝縮した特製ソースを添えれば。あと、無償の伊勢海老のフォアが完成。食べなさい。あ、シー、なんでそうなったの今度は。パテリうまいよ。どうしてそうなった？プニーこぼしちゃったのかい？でもおしまいしてたらね、おっさんの意地を見せられるのか。あれは、うわパセリうまい。食ってみ、うん、驚きやで。これは、うん、俺の発想、うん、足にまだついてるかい？食べな。うん、おー、やばいやろ。春菊以上の香りと歯ごたえじゃない？あ、おいしいわ。お肉、お肉、これ。ちゃんと座って食べなさい。座んないからこぼれるんだよ。いや、パセリ足りねえぞこれ。持ってちゃんと開いてる。パセリやばいな。もしかしてイオンでパセリあんなに売ってたってことはさ、山積みだったってことは、すき焼きにパセリ合うやつが俺以外にも。本当は常識なのかもしれないよ。そう、本当にパすき焼きパセリは常識な。プニュ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 、はい、プニュプニュ、はい、うん、うん、終わりしたいいね。うん、そうだね。年配中の二流芸能人中村正俊とも、ね、ちょっと魚臭いぐらいが。魚臭い。肉に魚臭い。あ、そうそう。そんなに気になる？いや、そんなに気になる。言われる。香りが強すぎた。うん。
大好きなもんだよな。大丈夫なんで。本当に。あれ？ね、見て、写真撮ってるよ。手帳だよ。ようやく正解した二人。手帳なんか撮ってないって。続いてはチームの保健占い師下に入れちゃったあれあおばあちゃんだよでもやすな挑戦するのはムヌー位置に10万円するものもある文の水道さんの上質な天然価格のその旨味を存分に楽しむため味付けは酒と醤油のみ高温でしっかりと揚げればフグの旨味が凝縮極上の味わいが口いっぱいに広がるフグの唐揚げじゃあハイボール取ってきてどこにあるの唐揚げ絶対赤い食材は魚ですらないカエルの唐揚げ二人が出した問題はうまいアワビおいしいっしょ、うん、素晴らしい、みんな一緒です、私も A と B で迷ったんですけど、うん、A の方が柔らかかったんですよ。あ、聞く。いきますか、食えるよ。しっかりしてたなって思いました。パセリがうめえわ。ちょっと半身入れくか。食べた時に味が濃かった。何が行かないの。味が濃かったかな。行けっつってない、私は C が買えるなと思ったんですよ。キノコ待って、いや、いらない。でも俺たちにほら、理由だけでいいこと思って。でも確かに味濃かったですよね。ラーメンのちょうだいラーメン、うん、今味付けるから本当に、うん、いいマジで、はい、よっしゃ、おカエル、カエル。新ドラマのタイトルは当たるなのにカエルを選んで、当たるなのに外した2人は誰もいない。絶対アカン B の部屋へ行くけど。やっちゃったかもしれない。寂しいだろ。寂しいです。うわ、寂しいだろ。食べてるし、ネギ入れて。それそれいいの、そういうの。あれ、それ大丈夫だよ。今度あげていいの。今あげないけど。テレビ消すか。やだ。挑戦するのはスーカーピーで新たちの高い気仙沼さんの深くでよし。こんな上海の味を実現するため中国醤油で味わっいらない。お母さんもらおう。食べよう。やっぱり。やっぱり。やっぱり。美味しいもんね。勉強なるわ。俺お前見て勉強なるわ。人ってこうなんだな。見て。何これは？ラゴム見てた。よりパセリの方が安いの？安い。いや、量的にどうなんだ。でもこの味だったら。見てた水はどうね。え？高くない？パセリの。128円。一束128円。お茶入れても春菊は298円。クリック飲んでないよ。え、さっき飲んでたよ。水あるよ。深いでは少ないよ。クリック
ね。飲んでたよ。こうやって飲んでたとこお母さん見たよ。お母さん飲んだかな。飲んだんじゃない。くーちゃんに変顔してくださいって言ったのは、どうするの、どうやって、はい、くーちゃんの特技、変顔、どうぞ、どうぞ、やんないの、うん、変顔って言うとやんないんだ、うん、やってっちゃってやんないのは俺とそっくりだね。自分がやりたい時にしかやんないっていう、最高。比べるのは1枚187円、ココ節のステッカー。葉っぱついてるやん。葉っぱ嫌なの、ココアワビとイカ間違えるのかな。鼻つまむと、うん、パセリとシンクと間違わない。さあどうする。まず A は絶対ないじゃん、うん、で、B か C、うん、ココブシと冷凍イカ。ココブシって何。ココブシってアワビをなんかしたやつだよね。あと なんか A と C が似てて B が引っ掛けなのかなと思って。押し切られへんな、これ3人 B やな。何をやってるの。アワビでしょ。 B にしよう。イカ選んだ。うわぁ、でもな、今今回若手すげえからな。そうなんですよね。これ肉、これこちゃん肉食べる。いや、多いよ。いらないの。お肉いらないの。どうしたの。じゃもらうよ。怪しいガクトだよ。ここ飛んでないの。肉肉肉怪しいガッツって何。ちょっとカシ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 殺すと、ね、あ、パワーかけてるそれ。最後は本日絶好調一流の芸人の皆さん。ここが一流のまま終われんのかよな。ここで、はい、挑戦するのは、うん、色ある色悪くなかった今。お茶もらう。見て色ある。蒸したウニを使ったスープでいただく。ウニ、まあ冷凍か。蒸したウニか。究極のウニソース。魚の旨味も加わります。今 A の A を食べてるの。 B、 C が正解だって。比べるのはシーズンガイド。絶対の難食材。食感だけは似ているタラの白子。全員お悩みモード。三人が出した答えは C。だよ。B C A。B C A。いくら食べる？もったいないから。ああ、もったいなかった。もう一回作ればよかよ。
している感じ。もう一個作ればいい。だってパセリが。そういう考え方。落としたらもう一個作ればいいんだよ。お客様のために。三井生命はその言葉をずっと作り方を大切にしてきました。変わらずに作る側の問題だ。変わらずに安心を届けていくこと。物がね、欲しいものがあったら、お金がないっていう理由じゃなくて、どうやったらそれを買えるかと。三井生命は体重生命に手段を考えています。ここまではダイハツとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ここからはキリン、スズキとご覧のスポンサーの提供でお送りします。どうした？一へ相談する？しない？ Yes or No？ AGA 進行性。今2人に1人が薄毛を対処している。相談する？ AGA スキンクリニック。 AGA の原因は発毛サイクルの乱れ。そして AGA は進行性だから正常にすることが大切です。気になったら医師に相談を。 AGA スキンクリニック。だから薄毛抜け毛の CM やってるんだ。なんかあのハゲたって言ってた。ハゲたでした。あ、いや、それハゲてないけどハゲたってことだ。しかもガクトがこれ CM やるってことはガクトの信頼性を上げなきゃいけないから、ガクトは常に勝つっていうステルスマーケティングで今働いてる。そうです。ガクトに説得力を持たせなきゃいけないわけだ。だからガクトは50連勝しなきゃいけないわけだ。知ってる知ってない関わらず。CM としてはガクトの言ってることは正当性がある、そして信用があるという中にしなきゃいけないわけだ。ガクトは間違っていてもスタッフが何かをやって正解をし続けるという流れにならなければ CM 効果はないわけだな。じゃあ何かをやってんの？裏で何かやってんじゃないかな。50連勝ないでしょ。だってバラバラ。テレビってそういうもんだよ。あれはガシさん子供の頃割って食うてた。うん、ちょっとバクトの言うことは間違いがないってことは CM の言ってること間違いない。じゃあやろうって言ったら C だと思います。それはテレビ結構ね、味が結構残ってた。おいしかったです。うん、これは最終的に、じゃあこっちにしようかな。 A か C だったら C です。じゃあ C。 はぁ、お茶、茶、お茶、お茶って言ってる。お茶、お茶。だって偉大がさ、点数ごまかす時代だよ。お茶、いいのかいってなくて。おいしいね、パセリこうやって食べたら。パセリうまいよ。もうないもんだって。実はパセリないもんだって。すごいうまいもんね。うん、あんたうまくなかったもん。入ってんね。入ってんね。あれよ、これ。いただきます。運命の分かれ道。パセリうまいよ。春菊より香り高くない？そうだね、匂い強いね。春菊は同じなんかな、春菊とパセリは。パシリって言ってちゃった。イタリア風に行った。最近口回らなくなったね。またいや、キーボード打っててもね、間に嘘なんで来ないの？嘘でしょ。皆さんおめでとうございます。この部屋はおめでとうございます。どっちかがツーラウンドアウトですよね。そういうことでございます。また
サラうんそうそうだ、そうやって。
て添えるんだよ。洋食のタイとボラと。すごい。でも楽天カードだよ。楽天カードのブラックなの。アメックスじゃないとすごくない気がする。そうなの？自分のカードなんかアメックスが最上級っていう気がする。楽天カード、俺楽天カードを見すぎるな。あ、そうね。ポイントつくしね、どこでも。楽天のあれに自分のあれが貼れると。やばいの、ブラックまで行くと。あ。さあ、続いてのチェックに参りましょう。続いてのチェックはオーケストラです。楽天の宣伝にもなるもんね。オーケストラ、東京フィルハーモニー交響楽団とアマチュアのオーケストラ、オーケストラセレーナの演奏を聞き分けてもらいます。なんか私今1日の感じじゃないんだけど。7月24日。おいしいね。うまいな。さすがに1月だもん。海外公演も積極的に行い、華々しい活躍を続けています。一方のアマチュア、俺もう常に毎日が日常なんだ。来年数およそ50名、年1回の演奏会を中心に楽しんでいます。えぇ、パンサーと一緒にやったことがありますね。コーヒー見せて。ニューヨークカメラ。白4に行こう。俺に聞く。ピンマって何だよ、ピンタ。0425のチェックに挑戦するのはこちらの皆様。現状のランクを死守できるのか。 BT って何？ BT 見せて。時間なくやりたい。このチェックも2つ同時に聞いてもらいます。まずは一流の歌手ヒロミ・ゴーと二流の若手女優杉咲が挑戦。来た。俺まだ行く。まだ行く。食べなさいとはって。まずは A のオーケストラ。ちゃんと食べなかったな。食べてんじゃん。食べてる。まだちゃん食べてくれない。いいよ。おー、行くねー。あんま食べてないし。ちゃんと、たぶん取る？ちょっと、うん、熱いよ。プチは豆腐好きだもんね。熱いよ。もっと火いてみた。いや、煮詰める。薄いから。続いて B のオーケストない。
ハムの前から、うん、みーちゃんの鼻っつって自分描いてる。みーちゃんの鼻風がばあちゃんも映ったさっきの演奏会行ってもこんな真剣に聞こえた。ボゴだ、ボゴ、ボゴ、ボ本業の歌手としてはボゴタ、ボゴタボゴタってどこ。アフリカなんか抑揚は効いてた感じがするんですよね。あのまあ2つともこうクラシックに狙ってる人たちで、ね、いい思ってくれるよ。私は問題ないと思うんですけども、僕的には違うの B の方がタレつけてたら良かったんじゃないかなっていう気がします。フォーマット時間時間ってなんだろう。見せて。いや、あれまた戻ってる。見せて。62、52。これはね B です。B B。ではティンパニーがちょっとチューニングね。これも話して食べるよ。まだよし、じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまで、座ってください。ごちそうさまでした。